ジャン・クリストフ、ロマンドラン。前回の続きからです。数ヶ月以来、普段の警戒的気持ちに固くなっていた彼は、次第に視力が散漫になるのを感じた。それでも彼は弱らなかった。一層人間的になった。天才の力強い、しかし多少怪物的な生活は、円形に潜んでしまった。あらゆる精神的熱狂を奪われ、活動に付随する冷酷無慈悲なものを、すべて奪われた通常の人間たる自分自身を、彼は見出した。彼はもはや何者をも憎まなかった。もはや腹立たしい事柄を考えなかった。あるいは考えても単に肩をそびやかすばかりだった。自分の労苦を少なく考え、他人の労苦を多く考えた。地上のあらゆる方面において、不平も言わずに苦闘している貧しい魂らの黙々たる苦しみをシドニーから思い起こさせられて以来、彼はそういう魂のうちに自分を忘れた。平素は感傷的でなかった彼も、虚弱の花とも言うべきかかる神秘の愛情の発作に、今や駆られるようになった。晩に、中庭の上の窓にもたれて、夜の神秘な響きに、遠く聞けば可憐と思えるリンカの歌声に、モーツァルトの曲を無心で弾いている小娘のピアノに、じっと耳を傾けながら彼は考えた。僕の愛する見知らぬ皆の人たちよ、生活のために少しもしぼまず、不可能だと知りながら大事を夢見、敵の世界と戦っている人たちよ、僕は君たちが幸福を得んことを希望する。幸福であることは実にいいことだ。友たる人たちよ、僕は君たちがそこにいるのを知って、両手を差し出しているのだ。しかし、我々の間には石の壁がある。僕はその一石一石をすり減らしている。しかし、同時に僕自身もすり減らされる。我々は決して一緒になれないのであろうか。他の壁が、死が、間にそびえないうちに、僕は君たちのもとに達するであろうか。いや、僕はたとえ生涯孤独であっても構わないのだ。君たちのために働き、君たちのためにいいことをなし、君たちが僕を、やがて死後に、多少なりと愛してくれさえするならば、かくして回復期のクリストフは、二人の善良な乳母の乳を飲んでいた。愛と悲惨との乳を。彼はかかる医師の弛緩中、他人に近づきたい欲求を感じた。まだ体がごく弱かったけれども、そして不用心なことではあったけれども、彼は朝早く人口中密な街路から、群衆の波が遠くの仕事場へ流れ出す頃、または夕方、その人波が戻ってくる頃、外へ出かけてみた。彼は人情の慰安の風呂に入りたかった。それでも、誰かに口を聞くでもなかった。口を聞くことを求めもしなかった。人々が通るのを眺め、その心中を察し、彼らを愛することだけで、彼には十分だった。彼は愛情のこもった憐憫の目で観察した。前もってその日の仕事に疲れているような様子で、足を早めている労働者らを、艶のない顔色をし、厳しい表情を見せ、変な微笑を浮かべている、青年男女の顔つきを、移り気な欲望や懸念や、皮肉などの波の過ぎるのがよく見て取られる変化の多い透き通った顔を、機敏な、あまりに機敏な、多少病的な大都市のその民衆を、彼らは皆、男は新聞を読みながら、
女は三日月型のパンをかじりながら早く歩いていた。うどうどとした膨れ顔の金髪を乱した娘が、神経質なそっけないヤギのような小足でそばを通りかかると、クリストフは彼女をもう一、二時間も多く眠らせるためには自分の一ヶ月分の生活費を与えても惜しくはない気がした。もしそれを申し込まれたら、彼女は嫌とは言わないだろう。退屈げに安逸を享楽している暇な金持ちの婦人らを、まだこの時間にはぴったり閉まっているその部屋から追い出して、その代わりにその寝床に、その休息の生活に、これらのはつらつとした、しかも疲れている小さな体を、鈍らず満ち足らず、しかも生きることに活発貪欲なこれらの魂を置いてみたらと彼は考えた。今や彼は彼女らに対する寛大な心で胸がいっぱいになるのを感じた。その快活な、しかも疲れた可愛い顔つきに微笑んだ。彼女らのうちには豪華さと率直さとがあり、快楽に対する厚かましい素朴な欲求があり、そしてそこには正直勤勉な善良な小さい魂があるのだった。そのうちのある者らが臆面もない目つきをした、この大子どもたる彼を互いに指し示しながら鼻先であざけったり、互いに肘でつつき合ったりしても、彼は腹を立てなかった。彼はまた菓子通りを無双にふけりながらよくぶらついた。それは彼が大好きな散歩だった。幼年時代を森してくれた大河に対する郷愁が、その散歩で多少和らげられた。それはもちろん、かの父なるライン川ではなかった。かの全能的な力は少しもなかった。精神が駆けり回って迷い込むような広い地平線や、高漠たる平野は少しもなかった。灰色の目をし、体力色の衣をつけ、繊細なきっぱりした顔つきの川であった。年の華麗で、しかも簡素な衣装をまとい、多くの端の腕輪をはめ、多くの記念塔の首輪をつけ、利発げな無頓着さで伸びをして、またそぞろ歩きの美人のように、自分の美しさに微笑んでいる、身こなしたおやかな優美な川であった。そのあたりのパリの麗しい光よ。それこそ、クリストフがこの都会で愛した第一のものだった。それは静かに静かに彼のうちに染み通った。彼が自ら気づかぬままに、彼の心を少しずつ変化させた。それは彼にとって音楽中の最も美しい音楽であり、パリ唯一の音楽だった。彼は夕方、菓子通りや古いフランスの庭園で幾時間も過ごしながら、紫色のもやに浸っている大木、灰色の象や中東、幾世紀もの光を吸収した王政時代の頭皮の苔むした石、それらの上に刺している光線の階調を、細やかな日光と乳白色の水蒸気とでできているその微妙な大気を味わった。その大気には銀色の埃の中に民族のにこやかな精神が漂っていた。ある晩、彼はサンミシェルの橋の近くの欄壁にもたれて、川の水を眺めながら欄壁の上に並んでいるある古本屋の書物を何気なくいじっていた。そしてふとミシュレーの破本を開いた。彼はかつてこの詩歌の数ページを読んだことがあったけれど、そのフランス式な誇張や言語の陶酔や精巧な調子などのためにあまり面白く思わなかった。ところがその晩は初めから感動させられた。それはジャンヌ・ダルクの裁判の終わりの方だった。彼はシャレルの作でこのオルレアンの少女のことは知っていた。しかしこれまで彼女は彼にとって大詩人から
創造的生活を与えられている架空的な女丈夫に過ぎなかった。しかるに今突然その実相が彼の前に現れて、彼女は彼を捕らえてしまった。彼はその厳かな物語の悲壮な凄みに心打たれながら読み続けていった。ジャンヌがその夕方死ぬことを知って、恐怖のあまり気を失うところまで読んだとき、彼の手は震え出し、涙が出てきて読み続けられなかった。彼は病気のために弱っていて、自ら腹立たしいほどおかしな多感性になっていた。彼は読み終えようとしたが、もう間に合わなかった。古本屋は箱をしまいかけていた。彼はその本を買おうと決めた。ポケットを探ってみると、わずか6数しか残っていなかった。これほど貧しいのも珍しいことではなかった。彼は別に気をもみはしなかった。食物をあがなったばかりだった。翌日ヘヒトのところへ行けば、楽譜の香料として多少の金をもらえるはずだった。しかし翌日まで待つのはつらかった。なぜ宣告わずかな残金を食物の城に費やしたのか。ポケットにあるパンと帳詰め等を古本屋へ書物の城として提供することができるなら。翌朝ごく早く彼は金をもらいにヘヒトの家へ出かけた。しかし戦いの大天使ジャンヌの天国の兄弟の名前を持っているサン・ミシェル橋のそばを通りかかると、彼はどうしても立ち止まらずにはいられなかった。古本屋の箱の中にはまだ尊い書物が入っていた。彼はそれを全部読んだ。読み終えるのに2時間近くもかかった。そのためヘヒトとの面会の時間を遅らした。それからヘヒトに会うためにほとんどその1日を潰してしまった。そしてようやく新しい仕事を頼まれて、金を払ってもらえた。彼はすぐさま古本屋へ駆けつけた。他のものから買われてやしないかと気遣われた。もちろん買われていても大した不都合はなかったろう。他のを手に入れることは容易だった。しかしクリストフはその書物がありふれたものかどうか知らなかった。それになお欲しいのはその書物であった。他のではなかった。書物を愛する人々はややもすれば廃仏教徒となりやすい。汚点のある汚いページも、それから無双の泉がほとばしり出てきたせいで神聖なものとなるのである。クリストフは家に帰って夜の静けさの中でジャンヌの受難の福音書を読み返した。人の手前もないのでもはや感動を抑えるに及ばなかった。その哀れな羊飼いの少女に対して優しみの情が、哀れみの念が、限りない悲しみが彼の心に満ちてきた。田舎風の赤い大きな着物をつけた羊飼いの少女、背が高く内気で優しい声を持ち、鐘の音の歌に無双し、彼女も彼と同じく鐘の音が好きだった。軽敏と温情とに満ちた麗しい微笑を浮かべ、いつも流れ出さんばかりの涙、愛の涙、憐憫の涙、気弱な涙をたたえていた。なぜなら彼女はいかにも惜しいとともにめめしかった。純潔でまた勇ましい娘だった。ブライカンどもからなる一軍の荒々しい意志を討御し、また平然として皆の者から裏切られ孤立しながらも、その大胆な名識と女らしい機敏さと優しい熱心とで、数ヶ月の間周囲を取り巻いている教会と法律との徒配の、血走った目をしている古老の、
威嚇と偽善的な奇形等を失敗に終わらせていた。もっともクリストフの胸に染み通ったのは彼女の温情であり心の優しさであった。勝利の後に涙を流し、死んだ敵に涙を注ぎ、自分を侮辱した者らに涙を注ぎ、傷ついた者らを慰め、死んでゆく者らに力をつけ、自分を売り渡した者らをも憎まず、そして家計台に上がって炎が立ち上ってきた時でさえ自分のことを考えず、力をつけてくれている修道士のことのみ考えて、彼を強いて逃げさせたのであった。彼女は最も激しい相当中にも恩和であり、悪人の間にあっても善良であり、戦いの最中にも平静であった。悪魔の勝利たる戦争に彼女は神の精神をもたらした。